第3節ニューサイエンス運動1970年代のアメリカを中心に量子力学と東洋哲学を合体させるような学問のジャンル領域が現れニューサイエンスと呼ばれるようになりましたこのジャンルを発展させた学者たちは量子力学を追求していくとその結論は最後にはどうしても「 仏教や道教などの東洋哲学と同じ世界観に行き着くと考えました。ニューサイエンス運動の一環として、現代の物質文明や管理社会に背を向け、東洋的な自然回帰を目指したのがヒッピー族の始まりでした。ヒッピーの多くは、麻薬やフリーセックスで堕落したため、現代では単なるホームレスであったかのように思われています。しかし、 根本には強烈な現代物質文明に対する批判精神があったことは確かですニューサイエンス運動は着実に世界に影響を与えており将来は宗教と科学を統一するような思想運動になる可能性を秘めていますこのような傾向は医学にも近い将来に重大な変革をもたらす可能性がありがんの治療法も この方面からの変革が期待されます。